はい、こんばんは、タカです。今日は若干のドル買い、円買いという流れが起こっています。全体的な流れを見ていくと、昨日からは逆の動きになりますかね。こうなってくるとチャートの方が崩れてきたのかどうか、重要なポイントを抜けてきたのかどうか、このあたりが気になるところなんですけども、そこをチャートから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。今日はドル買いが起こっていますけども、僕が見ているポイントはこの今週に入ってからの日足のレンジ。この高い安というのがもう明確に見えているんですけどもね、なかなかここを抜けてきていません。今日もドルは買われていますけども、まだこの枠の中。今週はこの枠の中でかなり暴れているわけですけども、この枠から現状まだ抜け出せていませんから、現状はまだレンジ相場の継続ですね。ドルに関してはこういった売りの流れも出ています。戻りの高値を抜けるかどうか、そういった重要な局面には今いるわけですけども、枠から上抜けてくればね、この戻りの高値抜け、こういった流れが見えてくるかと思います。このピンクの下落の波ってね、かなりの大きな売りの流れになりますから、戻りの高値を抜けてくるかどうか、本当にこれ大事な局面になります。抜けてくればこの波の底からの上昇トレンドを今度は見ていくことになります。今ここで持ち合いができているということは、売りと買いとの攻防が起こっているということですね。買いに関してはこの青い波、売りに関してはこのピンクの下落の波。どちらもまだ決着はついていません。この決着をこのレンジの抜けで判断していくことになるんじゃないかなと見ています。先週、年末年始にこの底根圏でレンジを組んでいたんですけども、このレンジから抜けてきたのも金曜日でしたね。今日も金曜日ですね。決着がつくのかどうか。個人的には直近のこの青い流れ、この流れがやっぱり強かったですから、この流れをメインシナリオに考えていこうかなと思っています。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。今日もドルが強いですね。そして気になるのがこの円の動き。この2通貨の同期性ですね。全く同じように動いていますけども、こういった動きをする時のドル円ってなかなか動かないんですよね。動かないから同じ動きをするんですけども、こういった同期性が見られる時というのはね、特にドル円の動き要注意ですね。抜けを期待すると高安を掴んでしまうかもしれません。あと気になるのはこの5ドルの売りですかね。ただ昨日5ドルが強かったですから、その反動かなといった感じもします。問題なのはチャートを見た時にどうなっているか。5ドルはかなりの高値圏ですからね。このように大きな売りが入ったということはチャートが崩れたのかどうか、そこの部分が大事になってくると思います。こういったポイントを今度は個別のチャートで見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円に関してはもう昨日から状況が全く変わっていないですね。値動きもありませんから当たり前といえば当たり前なんですけども、流れとしてはやっぱり日足のこの下落のトレンド、この戻りの高値を抜けたことで今は波が反転していると見ています。見ていきたいのはこの上昇トレンドからの押し目買い。この下にはサポートが見えています。過去を見ていくとこの戻りの高値、赤いラインとほとんど同じなんですよね。場所が同じということでこの辺りは抵抗帯になっているのではないかなと。103円の70ならばここでサポートされ続ける限りは強い上昇トレンドを見ていきたいなと思っています。そして逆に割り込んでしまった場合は支えることができなかったわけですからね、今度は高値からの短期的な売りの流れを見ていくことになると思います。割れるのかサポートされるのか、この辺りの決着というのを今後見ていくことになりますね。あとは今週ずっと言い続けていますけどもね、この103円を割った動き、直近の安値を割れていることでこの戻り局面、戻り売りが入っている当たり前なんですよね。そういった新規のショートが現在は捕まっている形になります。ここからさらに押してしまうということは、下の方で売っている新規のショート、このショートの買い戻しの場を与えてしまうということになりますから、買い戻しのロスカットの注文を期待するのが難しくなってしまいます。ということはこの高値ブレイクは難しくなってくるんではないかなと。なのでこのサポート割れというのはね、逆に緑の波、下落の波を追いかけるチャンスでもあるのかなというふうに思います。ただし今日に関してはもうドルと円との同期性がすごくはっきり見られますから、ドル円の方は動かないかもしれません。高安の突っ込み、これには十分注意をしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。下には日足の大きなサポート、このサポートに対して今はこの上で小さなレンジを作り出しています。こういった動きって本当によくあるんですよね。これはサポートを割るための足場、ブルベアの攻防がこの中で起こっているんですよね。なのでこの決着がつけば高安、どちらかには抜けてくるのではないかなと。特に下に抜ける動き、これは日足のサポート割れということにもなります。すごく大きな波につながってくるかもしれませんからね、このサポート割れは十分警戒をしていきたいと思います。はい、こちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。ユーロドルに関しては僕はこの下のサポート、このサポート割れるかどうか、ここに注目をしています。
理由としてはやっぱりこの上昇トレンドが今は崩れている、この押し安値終わっているんですよね。高値からの売りの流れが見えていますから、このサポート割れはもうしっかり見ていきたいなと。昨日も一度下の方を突っ込んだんですけども戻しています。今日再度まだ下の方を突っ込んでいますんでね、今回これが下の方に抜けるのかどうか、これすごく注目だと思いますね。今って通貨の強弱が結構はっきり見えていて、例えばユーロなんかはすごく弱いんですよね。今日はあまり動きはないですけども、このユーロ安というのもね、まあ、注目になるのかなとも思っています。このサポート割り込めば、はい、こちら4時間足に週足を重ねています。こういった週足の高値圏でのレンジ、このレンジからの下抜けみたいな形も見えてきますんで、大きな波の反転が見えてくることになります。かなり重要なポイントになってくるかなとも思いますんでね、このあたりの値動きはしっかり追っていきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。下は日足レベルの大きなサポート、この足場の上でサポートを作って、前回はこのサポートが効いた形、波を戻していますけども、再度売りが入ってきて今回が2度目の安値試し。もし今回もサポートされるようであれば、まあ、買い方にとってはいい形ですよね。ダブルボトムということにもなってきます。この戻りの可能性が見えてくるのがこの枠からの上抜けの形になりますから、1.21の6070、このあたりの戻りの高値を抜けてくれば、一旦はこの売り目線というのは考え直さないといけないタイミングにもなってくるかもしれません。ただしこれ枠から下の方に抜けてしまうとね、まあ、日足レベルの大きなサポートを割るということにもなりますけども、まあ、波を見ていけば高値からのこういった売りは見えてくることになるんですよね。ドル円も先ほど、今のレートのすぐ下、ブルベアの分岐点として見ていましたけども、ユーロドルもこの下のサポート 1.21の30あたりはもうブルベアの分岐点として今は見ています。だからこそでもごちゃごちゃした値動きにもなりやすいんですよね。今もこれ下の方突っ込みましたけども、やっぱり戻しています。レンジが見えていますからね、まあ、ショートを見ていくんであればレンジの上限からになりますよね。下の方に突っ込んだところのショート、これはもう十分に気をつけて見ていきたいとは思います。逆に反発を見ていくんであればこのレンジの下限からのロングですよね。何回か下の方にこうやって抜けていますから、まあ、それだけちょっと今に関しては売りが優勢の相場にはなっていますけども、まあ、現状まだ抜けきってないですからね、下のサポートを見てからのロング、もしくはね、まあ、売りが強いですから一度上に抜けたのを確認してからの押し目を拾ってもいいかもしれません。この下のサポート、ここでサポートされるか割れてしまうか、この一点をしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。ユーロ円に関してはこのあたりが12月の初めですからね、もうかなりの期間126円をサポートしているという形になるんですけども、いよいよここを割ってくるかどうかという流れになってきました。まだ結果というのはわからないですね。これ日足の波になりますから、日足の終値がしっかり抜けてこないといけない。今ヒゲになっていますけどもね、こういった値動きでサポートされれば抜けたとはなりませんから、そこは慎重に見ていかないといけないですね。割れてしまえば大きな波の反転が見えてくることになります。今月に入ってからユーロ弱いですからね、このサポート割るような形になってしまうかもしれません。割れてくればユーロのショートは見ていくことになるんじゃないかなとも思います。ただ現状は決着まだついていないですからね、ショートをしていくんであれば抜ける前ではなくて抜けたのを確認してからかなとは思います。そして今のところはあまり想定はしていないんですけども、これちゃんとサポートされれば今度はユーロ買いというのも出てくるかもしれないですよね。ひとまずはこの126円のサポートですかね、2ヶ月近くこのサポート効いている状況が続いていますけども、まあ、いよいよ割れてくるかどうか、今はそういったタイミングになっていますので、この結末をしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。先ほど見たユーロは弱い流れを見ていますけども、まあ、ポンドに関しては強い流れを見ています。ただ今日はまあ少し売りが出ていますね。目の前の壁、1.37 の壁をまだ抜けきれていません。抜けないということになると当然売りが出てきてもおかしくないですね。ただ直近のこの上昇の流れに対して高値圏でのレンジ相場、このレンジからも抜けきってはいないですから、まあ、売りが出ているとはいえね、まあ、調整局面の一つかなと思っています。これも何度も動画では言っていますけども、今週の月曜日火曜日の動き、特に月曜日ですね、サポートを割っている動きが見られます。ここもね、まあ、今と同じように上昇の波があってこの高値圏でレンジを組んでいたんですよね。このレンジから下に抜ける動きというのがあったんですけども、これが結局ね、まあ、騙しのような形になっていますよね。サポートされた後に急反転、戻りの高値を抜けています。サポート割れという形を見せていますからね、当然この陽線の間には戻りの売りがたくさん入っているはずなんですけども、値が下がらない。新規のショートは現在捕まっている形になります。なのでまあ深い押しがあると新規のショートの逃げ場を与えてしまうことになります。高値ブレイクというのを見ていくんであれば、やっぱりロスカットの注文というのは欲しいんですよね。そういった燃料がこの下の方に深い押しがあるとなくなってしまいますので、
高値ブレイクを見ていくのは難しくなってしまうかもしれません。今日はポンドが少し弱いですね。下の方に落ちてきていますけども、まだまだこれ高値圏でのレンジ相場、レンジが見えていますからね、レンジの下限からのロングというのはしっかり見ていきたいですね。ただこれでサポートされるかどうかというのはね、これはもう結果を見てみないとわかりません。バレてしまえば一旦は投げる。高値ブレイクの目もね、だいぶ薄くなってしまいますからね、目線を一旦リセットするということにはなってくるかと思います。ポンドはこの 1.37 の大きな壁に対してどのような値動きを見ていくのかというね、そういったチャートになっているんじゃないかなと思います。今は高値圏、壁の手前でレンジ相場、この足場というのはこの高値を抜けるための足場ですね。いつ抜けてくるかとかそういったのは分かりませんけども、この足場が崩れない限りはいずれ高値をブレイクしてくる流れというのを見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。この辺りに日足のレンジ相場が見えています。目の前には日足レベルの大きな壁ですね。この壁の手前で足場を作っている状態、この足場が崩れなければ上昇トレンドを継続して見ていくことになりますね。いずれ高値をブレイクしてくるんではないかなと。今は短期的なレンジ相場になっていますから、上げ下げを見ていくんであれば、今度はこの下のサポート、ここからのロングというのを見ていくことになると思います。大きな流れでも強いですからね、まずはロングというのを見ていきたいですね。なのでこの高値でロングをしてしまうと、今回みたいにね、抜けなければやっぱり下がってきてしまいますんで、見ていきたいんであればこの下のサポートからのロングですね。上位足でも見たようにこの下のサポート、さらに割り込む形になってしまうと、売り方の逃げ場を与えてしまうことになります。まあ、そうなるとこの高値ブレイクは難しくなってしまうかなと思いますので、ブル目線というのはちょっと考え直さないといけない、そういった形にもなってくるかなと。下のこのラインはブルベアの分岐点ですね。今はチャートはまだ強いですからね、レンジが見えている以上はレンジの下限からのロング、サポートされたらそこからのロングは見ていきたいと思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。ポンドやっぱり今日弱いですよね。ただチャートを見ていくとまだまだ強い高値圏でのレンジ相場の中での値動きです。ただね、まあ、そろそろ止まらないと、今はこれレンジのもう下限あたりまで来てますからね、このまま売りが続くようであればこの足場が崩れてしまうことになります。そうなるとまあロングを見ていくのは難しくなってしまいますね。高値からの売りの流れも見ていくことになりますから、チャートは強いですからね、上昇からの押し目買い、こういったのも当然見ていけると思いますけども、一旦下落の流れが出てしまうと波の判定にはやっぱり時間がかかってしまいます。再度高値試しを見ていくのもやっぱり相当時間がかかるということになりますから、強い流れを見ていくんであればこのサポートはしっかり効いてほしいところではありますね。ポンド円はこのレンジの高値圏でのレンジ相場、今はレンジの下限に来ています。この辺りの値動き、プライスアクションはしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。はっきりレンジが見えていますけども、今はレンジの下限ですね。かなり勢いよく大きな売りが入っています。こういった売りがはっきり見えている時にバチンとロングをエントリーする必要は僕はないと思ってるんですよね。確かにこの下にはしっかりサポートがありますからね、サポートされれば反転の形は見ていけますけども、これは4時間足の波を見ていますからね、短期的には下の方に少し抜ける場面というのはあるかもしれません。そもそも FX というのはぴったりでは反応しないですからね、さらに今の流れで見ていけばかなり勢いもついています。多少のオーバーシュートというのはあってもおかしくないですから、短期足でもいいとは思いますんでね、一度ぐらいのワンバウンドは見てからのロングというのは意識はしていきたいなと思っています。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドル、今日かなりの売りが入っているんですけども、チャートを見ていくとまだまだ強いチャートではありますよね。下のサポート 0.76 の70あたり、このあたりにサポートがしっかり見えています。高値は 0.78 にありますから、上下に壁がはっきり見えています。今はこの高値圏でのレンジ相場を見ているわけですけども、この中にさらに小さなレンジが見えてきてしまってるんですよね。こうなると少し手は出しづらくなってしまいます。仮にこの青い枠から抜けたとしても、目の前にはまた壁があるんですよね。これは下も同じです。下の方に抜けたとしてもすぐ下にはまた壁があります。この状況では少し流れを見ていくのは難しいかなとも思ってしまいますね。5ドルはすごくチャートは強いです。下のサポートに引きつけてのロングというのは見てはいきたいですけども、それを思うと今はレンジの高値圏ですから、そもそも手を出しづらい。環境としてもレンジの中のレンジ、これも手を出しづらい。チャートの方はすごく強いんですけども、やれることというのがすごく少ないですね。レンジの中のレンジということで、少し値動きの方も乏しくなってきてしまってますんでね、まずは大きなサポートまで引きつけてのトレードというのを見ていきたいと思います。それまでは様子見でもいいかなと思いますね。あまり小さな波を追いかけてしまうと振り回されるということにもなってしまうと思いますので、大きなサポートに引きつけてのトレード、これを意識していきたいと思います。はい、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。
5ドル円は高値圏でのレンジ相場、もう2週間ぐらい続いていますかね。80円の20あたりは冷やしの強いサポートということになります。今はこのサポート付近での攻防になっています。割れるかサポートされるかで、この後の流れだいぶ変わってきますね。直前には強い上昇トレンドが見られます。基本的な考え方はやっぱりこのサポートからのロングですね。ということで今はレンジの下限に当たりますからね、まずはロングを意識していきたいなというところではあると思います。このサポートされるかどうかの結果についてはもうこれはもう見ていかないとわからないですからね。ロングをエントリーして割れてしまえばもう投げればいいと、シンプルに考えていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。80円の20あたりには冷やしの強いサポート、当然ね、まあサポートされればそこからのロングというのは見ていきたい。まあチャート強いですからね。ただし波の反転には時間がかかります。例えば前回もここに波の反転が見えますけども、ここも時間にすると丸1日ぐらいかかってますよね。まあ、24時間かけて反転しているということになります。今回もどうなるかというのは分かりませんけども、ちゃんとこのあたりがサポートの候補になるんであればそれなりの攻防というのは見えてくるんじゃないかなと。慌ててロングをエントリーする必要もないかと思うんですよね。攻防が見えてくるということは高い安が見えてくるということになると思います。上下が見えてくればこの下限ですよね、下限からのロングというのを意識していけばいいのかなと。今はこのトレンドね、まあ、そのまま下の方に抜けてしまうかもしれませんからね、まずはこの大きな売りが止まるかどうか、そこをしっかり見ていきたいとは思いますね。はい、ということで、状況はあまり昨日と変わっていないんですけども、大きなサポートを試している通貨というのがいくつか見られます。まずはドル円ですね。103円の60、70あたりの強いサポート、このサポートが効いてくるかどうかというのが今の流れなんですけども、少し安値を試している形になっています。これそのまま下の方で引けてしまうとこういった波が見えてしまいますんで、まあ、売りの流れを見ていくことにもなると思います。ブルハにとってはもう正念場ですよね。ここでサポートされるかどうか、この結果というのは今後の流れに大きな影響を与えてくるとは思います。はい、こちらがユーロドルですけども、まあ、ユーロドルもこの下にサポートが見えてきていて、このサポートが効いてくるかどうか、そこを見ている段階なんですけども、下の方に少し抜けてきていますよね。これまで冷やしですから閉じるまでは分かりません。割れてくれば大きな売りの流れを見ていくことにもなりますから、すごく注目の値動きだと思います。まあ、そもそもユーロの弱さというのもありますからね。割れてくればユーロのショートというのは来週しっかり見ていくことになるんじゃないですかね。はい、こちらユーロ円ですけども、ユーロ円に関してはもう2ヶ月近く続いているこの大きなサポート、126円を割れるかどうかということになっています。まあ、これもユーロのショートですよね。まあ、割れてしまえば来週はユーロのショート、まあ、本当に見ていけるんじゃないかなとは思いますね。はい、あとは強いポンドなんですけども、ポンドも今はレンジの下限に到達しています。ポンド強いですからね、まあ、ロングをどこかで見ていきたいということであれば、まあ、レンジの下限に今いるわけですから、まあ、ロングは検討していくことになりますね。ただ直近のこの売りすごく強いですからね、サポートされるかどうか、そこはしっかり見てからのロングはね、意識はしていきたいですね。はい、こちらポンド円ですけども、ポンド円も全く同じですね。高値圏でレンジ相場を組んでいます。サポートが見えてくればそこからのロングというのは面白いと思うんですけども、ちょっと勢いが強すぎますかね。まずは流れが止まらないとロングというのは見ていけないとは思います。ここら辺りで止まるかどうかが大事になってくるんじゃないですかね。各通貨でね、まあ、重要なサポートを試している形になります。この決着というのを今日の夜見ていくことになるんじゃないですかね。重要なサポートを試しているということは、その決着がつけば、エントリーのチャンスも見えてくるということになると思いますので、ちょうど今の時間のこの動き、結末をしっかり見ていきたいと思います。今回は以上になります。今日は金曜日になりますんで、夜に生放送もさせてもらおうと思います。夜遅い時間になりますけども、お時間あれば遊びに来ていただければ嬉しいです。それでは、今夜も頑張っていきましょう。